ロー80は1967年から1977年までドイツ NSU が製造、販売していた中型自動車。世界初のロータリーエンジンを搭載した4ドアセダンであり、エンジンの2ローター方式も1963年以来、プロトタイプが改良され続け、ようやく1967年に発売された。NSU のロータリーエンジン搭載車としては1。 ローター方式のバンケルスパイダーに次ぐ第2作である。既存車パーツを使った急増車で多分に実績作りの目的が強かったバンケルスパイダーと異なりロー80は車全体が新規設計のアッパーミドルクラスの乗用車として開発された。ロータリーエンジンの軽量、コンパクトさを生かすためエンジンをフロント側にオーバーハングさせた全輪駆動方式を採用。 2ローターエンジンは、バンケルロータリーの基本設計であった高速向けのペリフェラルポート式9排備として、4 9 7 5 c c にで8 5ット、5500rpm の性能を発生。合成重視のやや大柄なボディのため車重は1.3トン近くに及ぶが、時速 180km の最高速度を交渉した。トルク不足傾向を補うため、 トルクコンバータを組み込んだ3足式のセミオートマチックトランスミッションを採用している。なお燃費が不利なことを見越して燃料タンク容量は83リットルと大型であった。エンジンのみならずその他の面でも先進的であった。全長 4780mm に対しホイールベースを 2860mm 確保した高速巡航向,向けのシャーシに CD10.355 と空力特性に優れる未来的なスタイリングの6ライトセダンボディが組み合わせられた。当時の NSU チーフデザイナーで後に BMW に転じたクラウスルーテが手掛けたこのデザインはグラスエリアが広く合成、安全性確保とパッケージングの面でも優秀な設計であり往復運動のないロータリーエンジンの特性とも合い、待って、 高速巡行時の車内騒音も著しく抑えられた。サスペンションはフロントにストラット式、リアにセミトレーリングアーム式を採用した4輪、独立式で同時代のメルセデスベンツや BMW に被験する内容であり、しかも4輪、ディスクブレーキ仕様で特にフロントにはインボード式を導入した。さらに前輪駆動の操縦負担を軽減するため、 ZF 製油圧パワーステアリングを装備していたが、これは当時の中型乗用車としては先進的で贅沢な仕様であった。このように時代に先んずる高度な内容を備えた高速型サルーンであり、1968年にはヨーロッパカーオブザイヤーを獲得するほどデビュー当初は高い評価を受けた。特にその空力スタイルは1980年代の アウディ100に強い影響を与えており、今日のアウディ各車種の思想的源流にもなっている。ところが、同時期にやはり、ロータリーエンジン車市販化に成功し、その後順調に生産を拡大した松田とは、対照的に元祖 NSU 製のロータリーエンジンには、オイルシール不良によるエンジン交換をはじめとするトラブルが続出した。問題はエンジンそのものにとどまらず、 高回転エンジンの遠心力に初期型トルクコンバータが強度不足で耐え切れず損傷を起こし油圧系統を壊す事態まで起きた。NSU はこれらのクレーム対応に追われ同社の経営は傾いた。ついに1969年にはフォルクスワーゲンの参加に入りアウディと経営統合されることになったので結果としてロー80は最後の NSU 社となってしまった。 アウディとの経営統合後もロー80の生産は続行された。1970年代に入るとエンジンの問題は克服されたが一度傷ついたイメージは回復せず、1973年のオイルショックにより販売はますます低迷し、1977年4月に生産中止となる10年間に37,204台が製造されたに過ぎない。 ヨーロッパのロータリーエンジン車としてあまりに進歩的であったために商業的に失敗に終わったという点では NSU からライセンス供与を受けて1973年にデビューしたフランスのシトロエン GS ビロトールにも似た運命であったただし GS ビロトールの大半がメーカーの手で回収されスクラップにされたのに対しドイツや英国には今日でも多くのロー80が 愛好家の手元にある点が大きく異なる。日本にも1968年から1970年頃まで NSU 日本総代理店であった安全自動車によって少数輸入され個人所有で現存するものがある。フォルクスワーゲン K70 はロー80のシャシーに水冷4気筒レシプロエンジンを搭載した車種で NSU が開発後、 VW の手で1970年から1974年の間に生産された。スタイリングはロー80の原型に比してやや崩れている。ありがとうございます。